です。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はオフィス清水さんにやってきました。ここは私がいろんな商品を見てみたいっていうことでちょっとお願い今回したんですけども、車椅子の積み込みをするための機械とか、あとはシートが降りてくるとか、面白い商品、すごいもっともっと楽しく自由に車が選べる乗れるような工夫がされてる商品をたくさん扱ってるところなので、私も車好きということでちょっといろいろたくさん紹介していただこうと思います。では行ってきます。はい、じゃあ、まず1つ目、セダンタイプの車で、後ろに車椅子を機械で積み込む。でもその場合ドアが普通はこう開きますよね。それだと積み込めないので、ドア自体もスライドドアに、変えてるっていう車をちょっと今から、見てみようと思います。じゃあまずは、はい、スライドドアをすごいよね、これ HCR の時にもちょっと紹介したんですけど、これが高額っていうのは本当に感動した私。で、そうですね、こんな感じで、ここにクレーンがついてるので引っ張り出して、こう下ろして。で、セダンだとどうしてもね、ここのドアが邪魔なので、じゃあドアの開き方変えてしまえばいいじゃないかという発想の商品ですね。じゃあ試しに私もやってみます。あ、このサイドボードもね、ついてるやつなので、ここに、はい、あ、後ろに行くんだ。あ、すごい、なるほど。私のは無理なのでそう、折りたたみ限定ですけど、まあ、これから移動したっていう、移動したっていう手で、閉じました。したら、ここにね、あ、それからこっちを使う。え、こっち、これ、うん、うん、逆かな。わー、すごい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 。え、これはキーでできるの、すごいいいですね。リモコンでもできます。で、これで開きます。はい、で、この辺にね、スイッチがあります。あ、これかな、うん、そう、それを、あ、で、その時に少し逆の手で支えてあげないと、あ、傷ついた、うん、まあ、この車は別にで、そんで止めます。はい、で、で、その後は、はい、電動なのはこの上下の機構だけなので、 はい、あとはもう車椅子を、押してあげる、押したり、そっちから引っ張ったりとか。あ、なるほど。引っ張りつつ、でも、どうにも使っちゃう、うん、その辺はね、誰が必要ですね。あ、そう、いけてるかな。はい、で、この時に、入った時に少しだけこうやって落とします。なるほど。で、まあ、椅子の上でも、ここの床でもいいですが、はい、あ、ブランブランしないように、そうですね、ブランブランしない程度に落として。なるほど、なるほど。今度こっちで、また、そうですね、です。おー、すごい。じゃあちょっと次出します。持ち上げちゃ、上げる方向を伝えて、一回持ち上げて、で、そんで、うん、で、もう引っ張り出して、あ、出すのはでも結構簡単、うん、あ、出すのは簡単だ。はい、で、それで、これを片手でちょっと押さえながら、
うちょっとね、たるましたほうがいいね。はい、そうすると、なるほど、ね、うん、でこれは中に。あ、なるほど。私、折りたたみの扱いが不慣れだから、はい、ね、やっぱ力がなくなったらできなくなるし、車もあんまり傷つかないからいいですよね。電動もつくんですか、折りたたみ。40キロまで。なので、あの簡易電動の車椅子が特に問題ない。あ、やっぱ電動がみんな重たくてね、はい、やっぱ上げるの大変って言ってるので、それはすごいいい。でもね、これは、まあ、セダンタイプをまず今回改造したんだけど、はい、もっと、もともとスライドドアの車だったらもっと広く開くので、もっと入れやすいってことですかね、はい、いやでもセダンでもこうできるっていうのは嬉しい。セダン好きにはとってもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次。はい。はい、じゃあこちらアルファードを準備してもらったんですけど、こう運転席のシートが外に出てくるっていう改造がされているものです。じゃあちょっとお願いします。はい。ね、結構助手席とかさ、後部座席はよくあるんだけど、運転席が出てくるっていうのはないので、やっぱ運転はできるんだけど、こういう高い乗り降りが難しいっていう人とかはやっぱすごいいいよね。あんまりこれで収納されたことないな乗る機会がないから、はい、このボタンを押すと下ですか、こっち、はい、こっちをもうちょっと1個のアトラクションになるこれは押してる間だけ動くので、あ、はい、あっと思ったら止めれば大丈夫です。足が入った後はこの上下のボタンでシートが前後します。ああ、そうですね。おお、すごい、いいですね。ちょっと降りますね、はい、次は、右こっちか、こうで、乗れない人にとってはすごい、そうですね。そう、それ見て、その手動装置ってなんか結構一般的なのがレバーのやつなんだけど、それはハンドルの後ろにもう一個リングがついてて、押しても引いてもアクセルです。あ、ブレーキはどこですか。ブレーキはこれです。あ、なるほど。で、この手動装置はですね、うん、まずここにこれが手動運転装置のオンオフなんですけども、簡単、うん、あの通常足で運転してる時は、うん、これリング引いても何も反応しません、はい、で手動装置にすると、うん、今度は足のアクセルを踏んでも何も反応しません。あ、連動はしてないんですね。切り替えです。これはステアリングと一緒に回るわけではないので、はいはいはい、なので指を添えて、なるほど、こういったことができるようになってます。なので基本的には指先には障害がないことが大前提になります。薄型のやつですね、これは。でもこれこんなに速いんですね、意外と。なんかもっとゆっくりなのかと。これ意外と速い。速い、めっちゃ速い。
ので、まあ、ここを開けて車椅子固定のベルトとかつける動作もできますし、あとはあのうちの場合施設さんとかじゃなくて個人ユーザーのお客様がほとんどなんですよ。はい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 、なのであのリフトが必要だったりしても、うん、普段お父さんゴルフ行ったりとか、うん、普通に使ったりするじゃないですか、旅行行ったり、はいはい、そういった時に荷物が積み込みやすかったりとか。なるほどですね。いい。静か。あ、降りる時は静かです。上げる時が、あ、そう、ここから先に。なるほど、なるほど。あ、なるほど。え、めっちゃ遠いから。そう、これは天井が低い車なんで。で、あ、で、ここで固定されるか。そうですね。でも、なんか、普通に楽しい。ここで遊べる感じがして、ちょっと楽しい。不思議な感じ。あー、なるほど。いい。オフィス清水さんの商品を見たい、はい、話聞きたいっていう時はどうしたらいいですか？もちろんうちの方にご連絡いただいても結構なんですが、はい、北海道から沖縄まで、32の販売店さんがありますので、はい、そちらにお電話いただいてももちろんいいですし、まあ、うち先ほど言ったようにうちにお電話いただければ一番お客様に近い販売店さんをうちの方からご紹介できますの で自分であれですもんね、あの販売店を見つけるのは難しいって感じです。いや、うちのホームページに載ってるので。あ、全部載ってます。載ってます。あ、なるほど。じゃ あそうですね、自分の近いところの販売店さんに、ね、ご連絡していただければ、はい、いろいろ見れるんですね。はい、はい、で本人運転だけじゃなく介助向けの改造もですね、そういった装置もうちらたくさん扱ってますので。じゃあ、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあこんな感じで、この動画が役に立ったらいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。